デッドバイ。久しぶりにやっていきましょうナース。天秤となんだっけ、貞子のパークが強いっていう噂の。なんか救助されると7秒間が姿が見えるみたいな。使ってやっていきましょう。なんかリセット来てたな。あれ、リセットって13日じゃなかったっけ？なんかツイッターで。13日だよね。なんかツイッターで騒いでたんだよ。なんかまたバグでもあったのかな？ 13 日に来なかったのかな？まあいいや。さあさあ、ここマップ指定してきたっていうのがちょっと。なかったか。はい。はい、レッハー。はい。よし。あ、ちょうど噴霧のフックがある。悶絶プラス。はい。来た来た来た。これよ。ただチームパークがないからな。マジか。お伏せかー。え？いや、でもこれ運べねえわ。こっち側壊すか。いやー。はい。もう一人いんのか？ここに一人。あ、ただチームパークないからな。
OK。よーしよし。いや、これ、わかるの強いわ。救助されて、その他の3人の姿が見えるっていうのは。OK。 よし。いや、でも発電機は回されちゃってるから、ちょっと誰か一人早めにもうやんないと。1ブリミで届く距離に合わせて。おおおおお。え？何やってんだこの人。どうしたんだ。なんで2階が入ったんだろう。どこ行った、どこ行った、どこ行った。あ、いた。独特な動きするなこの人。 独特すぎて分かんねえこの人。これ戻ってくる。えい。うわー、あのフックがない。ただこの人ストライクあるかしないから、クロちゃん先に釣るか。よし、ない、さすがに。いや、さすがに強すぎ。これやばいな。これチリじゃなくてさ、遅延パーク、まあイタチでも何でもいいけど、死人でも破滅でもつけたら、結構遅延もあるから最強やんこれ。このな、キラーが厳しい現状でやっぱりナースだけだよな、もう。こんだけ無双できるのは。
やばすぎんよ。あ、やっぱもうリセット多分13日に来てたんかな。はい、ということで、絶対入れないとね、やばすぎ。このスコアの差がすごいよな。はい、ということで、では。